はい、こんにちは。8月22日です。先日子どもたちの学校の新学期が始まるというお話をしましたが、今日は子どもたちが通う高校で必修となっているボランティアの話をしたいと思います。まずこの町の公立の高校では、どの高校でも進学コースとかビジネスコース、メディアコース、コンピューターコースみたいな感じで専門が分かれていて、カリキュラムがちょっとだけ異なるんですね。で、どのカリキュラムであっても最低40時間以上みんなボランティアをしないと高校が卒業できない形になっています。で、ボランティアをした場所と時間をログに記録していって、そこにボランティアの責任者の方のサインをもらって、コツコツボランティアの時間の貯金をしていきます。で、40時間はあくまでも卒業に必要な最低ラインで、すごい子はもう何百時間もやって表彰されたりしています。で、中学の時にボランティアのお試しみたいな課題が出て、高校でいきなりボランティアに放り込まれてびっくりするっていうのがないのも助かっています。で、うちの子どもたちは上の子が40時間をこなすために3年前に始めたホームレスシェルターでのディナーサービスのボランティアを毎月第1土曜日ずっとやっていました。で、地元のロングビーチやタスティンというちょっと離れた町のマラソン大会のボランティアとか、あとロングビーチの海岸の掃除、アニマルシェルターでのボランティア、アニマルホスピタルでのボランティアなど、機会があれば頻繁にしていましたが、まあ、今はね、ちょっと病気で人が集まることが禁止されているので、3月の半ば以降はボランティアもストップしています。で、それぞれどうやって見つけたかというと、もうとにかくネットで探して連絡して、でサインアップして参加するという感じです。で、ホームレスシェルターに関してもウェブサイトに行ってオリエンテーション登録できたので、それに登録して家族全員で行って、そこからボランティアが始まりました。で、私たちが、ボランティアをさせていただいていたところはロングビーチレスキューミッションというところで、これはキリスト教系の施設です。ただ宗教に疎いので、何系のキリスト教とか何派とかは私たちは全然わからないで、ボランティアだけさせていただいています。で、このロングビーチレスキューミッションは大きく分けて3つ形があって、1つは、ホームレスの男性が1年間のプログラム、もうそこに住んで1年間のプログラムをこなして、卒業すると自立できるっていう大きな施設があって、そこは住んでる人たちがいる一方で、毎日朝昼晩と、ご飯を食べるためにウォークインで地元の歩いて来れるホームレスの人たちが来て、ご飯を食べることができるというふうになっています。で、もう一つは女性と子ども専用の施設がちょっと離れたところにあるんですね。で、そこは、駆け込みで一晩だけ泊まることができるのと、あと、まあ、長期間住んでいるお母さんと子どもたちもいます。あと、寄付されたものをすごい安い値段で販売するスリフトストアみたいなのも運営しています。で、私たちがボランティアをさせていただいているのはメインの建物の方で、なんでかっていうと、女性子ども専用の建物の方とお店は年齢制限があって、うちの子どもたちは、参加できないからです。で、私たちは土曜日のディナーのお手伝いをさせていただいていて、まず4時45分ぐらいに到着して、すぐにチェックインして手を洗って、でエプロンをつけて、まずは施設に住んでいる人たちの食事が、まあ、まず終わってますので、その後片付けをします。次に全体で100席ぐらいあるんですけれども、そこに一人一人コップとクッキーとか菓子パンを置く小さなお皿、あとフォーク、ナプキンを並べていきます。それから水のピッチャーに氷と水を入れて、一つのテーブル6人から8人掛けなんですけれども、そこに2つずつ並べていきます。で、次にクッキー、菓子パン用の小さなお皿に2つずつクッキーとか、パンみたいなものを置いていきます。で、菓子パンはほぼすべてスターバックスからの寄付、クッキー類は地元の普通のスーパーからの寄付です。で、それが終わったらキッチンに入ってピザを温めながらサラダなどの用意をします。そして大きなお皿にそのサラダとか、まあ、メインディッシュとサイドディッシュをよそって一人一人のテーブルに並べていきます。
で、私たちが準備している間、ホームレスの人たちはチャペルでお話を聞いて、それが終わったらボランティアの誘導で一人一人着席していきます。で、まずは障害のある方から、固定の椅子座れない人もいるので、固定の椅子は取り外しているテーブルに座っていただいて、あとは順番に一人一人着席していきます。好きなところには座らせないんですね。もう一人一人埋めていきます。で、みんな黙々と食べ始めて、で、水が結構あっという間になくなってしまうので、大きめの水のピッチャーに水と氷を入れて持って、それをこう足していって、で、もしもボランティアがたくさんいる場合には、まあベテランとなっている私たちは奥の部屋に入って、翌日の朝ごはんの準備をしたりとか、テイクアウト用のランチの袋詰めをしたりとか、あと翌日の夕飯の準備をもう早めに始めて、大量の缶詰を開けたりという作業をします。で、ホームレスの人たちはおかわり、物が余ってる時だけですけれども、おかわりができるんですね。で、食べきれない場合に持って帰る人もいるんですけれども、ビニール袋みたいなものの支給はホームレスシェルター側からはしないので、常連さんたちは自分で袋を持ってきていて、そこに自分の食べきれなかったものと、あと周りの人たちが手をつけなかったものなども、これいいっていう感じでもらって詰めて帰っていきます。で、全部終わって誰もいなくなったら、今度は片付けです。で、基本的に食べた後のお皿とかコップ、自分の分は各自ホームレスの方に洗い場まで持ってきてもらうことになってはいますが、そこは一筋縄ではいかないので、ボランティアの私たちが片付けることになります。で、もしもホームレスの人数が多い場合には、これを2回繰り返します。80人入れて、その人たちが食べ終わったら次に残りの60人とかね、100が多分マックスなので、それで賄いきれなかったことは何回かありました。で、最後に、テーブルや椅子を拭いて、床も入って作業が終了です。で、私たちは月に1回だけのボランティアで入っていますが、ほぼ毎日入っている人もいて、逆にね、毎日毎食全部食べに来るホームレスの人たちもいます。で、中には一見普通の人とか、私よりもいい携帯持ってる人とか、あと食べ物の好き嫌いがあって、襟好みをしてね、これは食べれないと怒ったりとか、あとデザートの種類が隣の席の人と違うって怒る人とか、あとホームレス同士で喧嘩し始める人、明らかに精神的にご病気の方もいるので、私は常に子どもたちの目の届くところにいて、いざとなったら逃げるか戦うかっていう、緊張感を持ってスタンバイしています。で、現在では大人数が集まることは基本的に禁止されているので、こう住んでね、1年間のプログラムを施設で暮らしながらこなしている人たちが労働力になって、テイクアウト用の食事を袋に入れて、外でウォークインで来る人たちのホームレスの方たちに配る形になっています。で、何度かやったビーチの掃除も、千差万別っていう感じで、とにかくわーって集まって30分とにかくゴミを拾って捨てて、わーって解散っていうイベントもあれば、半日かけてゴミを拾って、それをザルでこしたりとかして、ゴミを分別して、海に戻せるものは戻して、リサイクルできるものはリサイクルして、その他のゴミはちゃんと捨てるみたいな本格的な作業のイベントもありました。で、そのボランティアのイベントが聞いたら1980年代から続いているっていうのが、まあまあの衝撃で、40年やってるのにゴミが全然減ってないのは、ちょっと悲しくなりますよね。で、ゴミを拾うボランティア任せではなくて、ビーチに来る人がね、自分たちで最初からゴミをちゃんと正しいところに捨てるっていう習慣をつけていかなきゃいけないなと思います。で、アニマルシェルターのボランティアは、こちらも年齢制限があるので、子どもたちができることって、なんと犬たちへの本の読み聞かせだけなんですね。で、これも時々行って、いろいろな犬にいろんな本を読み聞かせて、全然聞いてくれない犬もいますけど、なんか聞いてくれてるっていう犬もいて、どちらかというとこちらが癒されているっていう感じです。で、マラソン大会のボランティアは、主に私は走る人です。で、私が走る人として出場している間に、夫と上の子供が水を配ったりとか誘導したりとかっていうボランティアをしています。で、これは下の子は年齢制限があるので、まだ1回もできていない感じです。というわけで、9月1日から高校が始まります。で、下の子は高校1年生になりますが、従来の形態でボランティアは難しいので、他のチャンスを探していきたいと思っています。
で在宅でできるボランティアとか超少人数でできるボランティアなど何かいい案がありましたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。 Stay safe, stay healthy.